こんにちは。今日は5月18日です。日が経つのはほんまに早いもんですな。ほんまに安倍貞事件があった日です。喜んで言うだけ。良い子の人は絶対検索せんといてね。これ今日は高田健一の誕生日です、うん、いや、友達やねん。継承つけて。もうちょっと健ちゃん、ハッピーバースデーほんならおおらかやな、あんた。ほんま二重人格や、ほんまもう。ちなみに、うん、うちの死んだ亭主も健ちゃんでした。切ないわ。もう天国の健ちゃんの話、ええか。洗濯屋健ちゃん、あの伝説の。やがった。これちびっ子絶対検索せんといてね、これね。洗濯屋健ちゃん。それでは、うん、同じ誕生日の日の、あ、今日の人のクイズです。あ、5月18日誕生日。はい、どうぞどうぞ。寺尾明さんの大ヒット曲といえば、うん、いや、誕生、人の名前じゃなくて誕生日の人の曲名は出んの。ヒントあ、ヒントはい。あなたのために守り通した、うん、これ絶対違うな。これだってこれ殿様キングスやもん。それでは第1問さっきのなかったことになっとるやん。第1問や今な。何問やん。なんかこの歌を歌ってる誕生日は誰、うん、日本語おかしいけど、まあまあそういうことよな。人名当てやから。うん、どんな時も、どんな時も、牧原の力。惜しい。惜しなんだ。マッキー、愛称でマッキー。正解は牧原の力。わしも牧原の力言うてやん。本名は漢字は違う。本名漢字の力ののりは湖畔の畔。ああ、言うてもうええもん。それでは第2問。高田健二君の話して。ええもん、高田健二君の話して。にもいらんもん。高田健一君は希望の星です。もうええこと言うやないの。ほんますごく綺麗な奥さんがいます。そうそう、国際結婚しはったんですよ。びっくりしました。もうダントツ1位です。あなたも諦めないで、うん、それ前田美樹さんの CM や。わし結婚しとる言うとね。大月くんもきっと、うん、結婚できるわ。どんなローカルネタやねん。もうええわ。